どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、名古屋市にありますスープカリーバグバグ名古屋錦店さんに来ております。こちらはですね、北海道札幌発祥のスープカレーが楽しめるということで今回やっていくんですけども、カレーですよ。一番好きです。おお、めちゃくちゃ楽しみです。ちなみにココイチのカレーの辛さはどれぐらいいけるんですか？ココイチはですね、13辛がちょっと限界かなという感じですかね。はい、じゃあまあ辛さ耐性まあ普通ぐらいの形感じ。そうですね、はい、今回もねカレーの辛さレベルが選べるんですけども、はい、お店の最高記録を狙って110番という道場破り企画でございます。早速中に入っていきましょう。レッツゴー。札幌発祥のスープカレーが大人気のお店バグバグ、今回はこちらの激辛メニューに挑戦していく。まずは土鍋の中にキャベツ、バジル、ガラムマサラを投入していく。続いてカイエンペッパーなどをブレンドした唐辛子を加えていきます。この時点で6番の辛さ、さらに違う種類のカイエンペッパーを加え、これで30番の辛さになります。今回最も辛い香辛料の登場、コブラチリソースのお目見えだ。過去に世界一辛い唐辛子としてギネス認定されたキャロライナリーパーが入った激辛ソースを加えます。こちらは1杯加えると20番ずつ辛さが増していく。今回は110番なので4杯入れる。その上に骨付きチキン、人参、オクラをトッピング。続いて23種類のスパイスと10種類の野菜を5時間煮込んだ特製スープを足し、火で熱していきます。まだまだ野菜が入ります。かぼちゃ、ナス、レンコン、トマト、ブロッコリーを油で揚げていきます。揚がった野菜類をトッピングしたら完成、チキンベジタブルカリー、辛さ110番のお目見えだ。いただきます。いただきます。僕はカレー好きなので、今回はバクバクいけるんじゃないかと。名前の由来だけあって店名を入れてきたね、はい、ちょっと先ちょっと先、そうですね、味覚がじゃあ、了解しました。はい、これがキャロライナリーパー使ってるジョニーさんの大好きな、なるほど、頑張ってください。おい、怖いじゃないか、もうちょっと情報くれよじゃあちょっと道場破りさせていただきます。いただきます。どうですか、キャロナ。キャロナだ。キャロナですねキャロナ聞いてるぞこれ。私はじゃあ10番通常の、ちょっとさっきの辛さがまだ残っているので、キャロライナリーパー使ってないといけます、これ辛いな、怖いなこれなしかもこれちょっと土鍋ですからこれ冷めづらいんですよ。そうですね、熱々のまま最後までいけるというので、オクラですね、いただきます。うん、これはちょっと予想よりも私進化してるかもしれないです。おお、野菜が新鮮、汗すごい、死ぬ、喋んないですね、ジョニーさんあんまり道場破りだから喋れない、余裕がない。うまい、使ってる唐辛子で全然変わるんですね。もう汗やばいです、ジョニーさん。開始3分でこのざまよ。チキンいきましょう。チキン、スープカレーといえば骨付きチキン、ほどけるほどに塩味が柔らかい。おいしいですか？うまっ、ジョニーさん大丈夫ですか？大丈夫じゃねえからこの汗見ろよ、汗がつぼのが立ってます
チキンが美味しいな、これ。辛いですか？ちょっと卵で焼そう。卵で。いや、野菜が甘い。うん、ほら。ジョニーさん、ちなみにスープカレーってさまざまなスパイスと野菜使ってるのでデトックス効果もあってダイエットにもいいみたいですけどね。知らないよ今。それどころじゃない今。ちょっとね、顔が痛くなってきた。キャロライナリーパーが唇とかにつくとやっぱ痛いんですか？痛い。これ汗の量すごすぎます。顔面激痛でございます。野菜にやっぱ救われますか？うん、うん、全く。あ、ありがとうございます。あー、ひどいじゃないか。いただきます。うまい。ダメよこれは、食べきるまで。ラッシーとか乳製品ってこういったスパイスの辛いものの粘膜を張ってくれて、うん、体のケアにおすすめですって以前ジョニーさんから聞いたんですけど、うん、はい、おすすめです。飲ましてくれ。ダメだよ。ダメです。食べきらないとダメです。おかしいやろ、お前だけ飲んで。おかしくない。頑張ってくださいド M。 ダメだド M だ。あとはスープのみ。そうですね、カレーが辛いもんだからご飯ばっか進んじゃうんですよ、これ。行くぞ。ジョニーさんと出会ってから慣れてきたかもしれないです。マジ？はい。ひどいわ。行くぞ、ラストスパート。頑張ってください。このちょっとドロドロ具合が唐辛子の辛さを物語ってます。すごい汗だ。辛いものとお水を飲むと促進されちゃうとか言ってなかったでしょ？そうです、余計に辛くなっちゃいます。君がラッシーくれないから。なるほど、何も飲まないよりはマシですか？脱水症になりそうですけど。僕はまるで今サウナに入ってるかのようです。すっごい汗。うわ、あ、スープの底がやばいね、沈殿してる。スープの下が辛いです、これ。頑張ってくれ。あとちょっとだ、ジョニーさん、頑張れ。ラッシーをあげるよ。やりました。開ける。お疲れ様でした。めちゃくちゃ汗やばい。最後ジョニーさんのスタイルで私も終えたいと思います。いけ、この子やれ。あー辛い。食べ終わった後もやばい、これ。ごちそうさまでした。いや、辛かった。最後らへんがちょっときつかったです、思ってたより。沈殿するもんだから。ちなみにさ、今回の辛さレベルはどれくらいでしたか？チキンベジタブルカレー110番、辛さレベル8です。8。
ギリギリあのなんとか食べれるぐらい。でも普通に元のねベースの味はね普通に美味しいんで、美味しかったよ。野菜も新鮮でシャキシャキで、美味しかったんで、ただこれ食べ終わった後とか、はい、ちょっとお腹にくるかもしれないんで、ケアの方をラッシュ飲みましょうということでね、今回やってまいりました。またね、東京帰って武者修行してまいりたいと思います。というわけで、また次の動画生放送でお会いしましょう。またね、バイバイ。